はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回のなおチャンネルは皆さん見てください、たくさん自販機並んでるんですが、はい、前にアップさせていただいた、相模原のレトロ自販機の聖地に、やってきておりますのですね、表側しかまだなおチャンネルでご紹介できていないんですよね。だけどこっち側、裏側ぜひ皆さんにお届けしたいと思いますので、はい、なおチャンネル初公開でございます。こちらご紹介したいと思います。はい、ちょっとね、表側は結構明るいんで、こっち側が結構暗めではありますね。今ここにあるのはお菓子、まあお菓子ですね、駄菓子とかですかね。この辺はね、駄菓子がちょこちょこっとある感じ。ちょっと奥の方にね、ずらっとあるんで見てみましょう。この通路、裏通路すごいでしょ。はい、まあ、この辺お菓子でジュースで、この辺はまあお菓子、ちょっと懐かしい系のお菓子とか、ちょっとあんま見たことないお菓子とか、はい、ありますね。ちょっと懐かしいお菓子、まあ、この自販機とかはね、なんかまあ見た目は普通にポテトチップスっぽい感じに見えますけどね、当時の写真なのかな、わかんないですね。パリッと心地よいひととき、あなたの街の小さなおやつ工房だそうです。へー、ポテトボーイ、ポテパリくん、すごい気になっちゃいますね。じゃあどんどん行ってみましょう。ちょっとこの薄暗い感じがちょっといいでしょ、ちょっと面白いでワクワクしますね。この辺は、あ、なんかおでん缶とか見ると秋葉原のあの自販機思い出しますね。ちょっとね、あのクワガタとかカブトムシとかね、あった場所ですよ。いいなこの感じ、見てお姉さんがお姉さんがニヤッとしてますね。ブリックパック、明治ブリックパック、なんかこのレトロなの可愛い、この背の高さもちっちゃくて可愛い、子供用なのかな、ね、子供用ってなんだ、子供用、子供も届くようにってことじゃないの、小学生とかも違うのかな、ジュースだから違うのかな、子供用、はい、さあさあ、あ、この辺は何何、え、あー、レトロ自販機のこれフィギュアというかプラモデルみたいなやつですね。はい、噂に聞いてました。フィギュア用アクセサリーって書いてある。へー、え、面白い、え、12分の1可動フィギュア用アクセサリー、え、可動、動くの、動くの、え、どういうこと。トーストサンドとハンバーガーですね。はい、あっち側にありますよね、本物がね。それの12分の1だそうです。へー、面白い。で、この金ちゃんヌードル知ってますよ、私これ。あ、四国なんだ。東京でとにかく買えなくて、で、なんかそのどっか遠く行った時に、お仕事で行った時にすごい、なんか初めて買ったらすっごい美味しくて、それをまとめて買った覚えがあります、金ちゃんヌードル。金ちゃんラーメンは知らなかった。金ちゃんラーメン確かにちょっと食べてみたいな。金ちゃんヌードルと金ちゃんラーメン買おうかな。これ買おうかな、ね、これ買おう。はい、33番、はい、よかった、ラス1。あー、この感じかわいいかわいい、ズコってなった。で、手前に引いて、あれ、あ、こうか、で、取り出してくださいと。はい、はい、金ちゃんヌードルです。え、金ちゃんラーメンも買いたい。35、はい、かわいい。このシステムであのフィギュアとかもガタンってこう落ちてくるんですね。はい、出ました、出ました、はい、はい、金ちゃんラーメンと金ちゃんヌードル楽しみですこれ。あ、嬉しい、ちょっとこれは楽しみにいただこう。生チャンネルでこれ撮りますか、食べるとか生配信とかでも食べる、生配信食べてもいいか。これ何、おばあちゃんの焼き目指し、おばあちゃんの焼き小味、カワハギ、なんかもうおつまみに最適じゃないですかこの辺素敵、美味しそう、種なし干し、あ、なんかちょっとわかんないのが、ミックスジュースか、ミックスジュース、で、何、
なんかもう いろいろ分かんない飲むみかん、これもよく分かんない。これ何？ごっくん。ごっくんです。蜂蜜入り柚子飲料だって。え、美味しいですよ。美味しいんですか、はい、これ何て読む、何村って言うんですか。馬路村ですね。馬路村、馬路村ってどこですか。高知です。高知、あ、やっぱだから西の方のものですよね。これちょっと飲んでみようかな。あとはほらなんかちょっと気になるのいろいろあるけど全部売り切れなんですよねそう、大体売り切れですね。ちょっとじゃあごっくん、はい、どうやってこうか、んこうか、んあった多分それは今の時代気もしてる今の開け方いやなんか押すタイプなのか手前に引くタイプなのかがちょっと、迷っちゃいましたはい、ごっくんゲットですね。馬路村のね、はい、ごっくんいただきたいと思います。雪印アイスクリームね、まあ、寒いんでね、ちょっと夏来たいですね、このね夏アイスもちょっといただきたいと思いますね。まあ、お菓子、お菓子、まあ、お菓子とかおつまみとかですね。こっち側はね、飲み物とね、え、何？ムッパン、ムッパンっていう MSK って書いてあるね、ムッパン。これはレトロな。レトロですね、随分ね。これもまた、これ何が当たりなのか分かんない。当たりと7が当たりなのかな。でしょうね。ってことか、7が当たりなのか。これあんまり気になりません？なんかミキって何ですか？ね、黒糖玄米とかウコン入りミキ。飲む極上ライス、飲む玄米、え、ご飯、米、飲む極上ライス、めっちゃ気になるんだけど売り切れですよこれ。いやー、これはぜひ次回いただきたいですね。皮付きピー、沖縄の加工品。これおつまみですね。ピーナッツですよね。あ、皮付きのピーナッツとバター味のピーナッツか。でグリーンピース、こんななんかボトルに入ってるのがね、なんか新鮮。これなんだろう、これリンゴジュースなのかな。アップルジュースって書いてある 100%。 この形も面白い。180円、まあ、売り切れですけど人気でしょうねこれね。これ何、プラムドリンク。体には良さそうだけどちょっと個性豊かなこの自販機ですね、これはね。サカリカップ、甘酒ね、このいいですね。この自販機もいいですね、レトロですね。お薬屋さんカプセルラムネ100円。何これ、なんかちょっと罰ゲーム系ですか。罰ゲーム系ですかね。罰ゲームといえばサミーにあげたくなっちゃうこっちはもう終わり。最後に乾電池が出ますけど乾電池じゃない、かわいい。乾電池じゃないわ。ミニコーラ、これね、美味しいやつね。あ、ミニビタね。あー、これやりましたね、クレーンゲームで撮りました、ミニビタ。あー、ということです。さあ、じゃあなんか、これ100円でちょっと買っときますね。なんかよくわかんないけど、カプセルラムネ、ものによって違うんですね。4、え、決定か。ああ、ああ、あ、面白そう。反対側のやつも出てきた。ほら、結構いっぱいあった結構いっぱいあったよ。お菓子ゴールド、ぼやきメール、何、大失敗、激やべ、メンソレソーレ、ハイチャオール、チョコラブブーブ、サクイロン、イチコロリ、トモサマシート、虫なんだかよくわかんない面白い。あ、でもなんかちょっと可愛いですなんか、うん、レトロっぽいっちゃレトロっぽいですかね。はい、これ記念に買って帰りましょうさあ、じゃあちょっと今回はですね、あの相模原のレトロ自販機の聖地の裏側、はい、の通路の自販機ご紹介してみました。はい、ちょっといいですね、ワクワクしましたちょっと面白かった。こういうお菓子もあるんだってね。なんかあんまり手に入りにくいようなね、ものもね、あったりするんでね、嬉しかったです。はい、面白かったです、ありがとうございました。ちょっとぜひまた、あの暖かくなった時に次回ね、来れたらいいななんて思ってます。はい、
ということで、今回の動画いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。そして引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。いかなおでした。さよなら。